3回の予選がなくなっちゃったんで午後までもつれて、で状況があの参加者全員のセッションだったんで、でもそれ聞いた瞬間に、クレアラップ取るのが大変だろうなと想像してたんで、それを頭の中に入れながら予選は一応取り組んだつもりだったんですね。でそれがまあうまく機能して、まあ、予選中ちょっといろいろ問題はあったものの、とりあえずクリアだったら行くべきだと思って行って、はい、それが運がね、あの味方してくれて、とりあえずいいポジションだったのかな。で、きっとね、他のライダーがきっと簡単に抜いてくるタイムだと思ってたんですけど、あの運が味方してくれれば、きっとクリアラップが取れないとかね、そういうことがきっと起きるかなと思ったんで、その辺でスタッフの思いが、みんなの思いがね、味方してくれると思います。まあ明日は明日で別のストーリーなんで、やり直して頑張ります。決勝は、はい、ライバルがやっぱり多いんでね、レベルの差が誰も抜きに出てない状態だと思うので、また団子になるかなと想像してるんですけど、はい、当然優勝狙って頑張ります。はい。